質問です。都市伝説の番組で地震やミサイルの危険を避けるために東京に住んでいる人は田舎に帰りなさい、また山の方に住みなさいと言っていましたが、宇都宮先生はどう思いますか？これは部分的には自給自足なんとかっていうのはしなさいって言ってる話と同じなんですけど、言ってることは間違いとまで思いませんがダメですと思ってます。陰謀論の世界観をもう少し深めて言いますと、向こうの人たちがね、もっと権力を強めてくるとするじゃん。そしたら最初に狙ってくるのは自給自足してる野郎なの。そいつをどうやって止めに来るかってことだから、山の方住んでるか自給自足してようか、そいつらが逆にターゲットだからダメですみたいな。だから政治から逃げられないよって言ってんですよ。政治が嫌いなのよくわかります。私も大嫌いだから今でも関わりたくないですよ。なんだけど、自分たちがシステムっていう風なものに対して認識を持っている以上逃げることはできないのよ。山の方に住みなさいとか自給自足しなさいって言ってるのは逃げるってことと実は同じなんですよ。自分たちに関わってるっていう問題に目を背けるっていう行為をしてるっていうことだから、嫌いでも逃げるなっていう意味合いになるんですね。だからこれはその逆になるからダメじゃないですかって、そこを止めに来るのが権力だからっていうことになると思う。